どうも、マツチャンネルのマツです。23歳です。よろしくお願いします。今日は何をしていくかと申し上げますと、こちらの企画。デッケイのコスプレして、なんちゃらしてみたみたい。とか言おう。探索ってこと？そう。人欲しいやつ。え、だって一人でさ、JK の格好でさ、ピンクの髪の毛でさ、カメラ持っとったら変人じゃね？だいぶ変人でしょ。怖くない？カメラマン募集してます。よろしくお願いします。来ましたよ。じゃーん。オス。しかも、ちゃんと見て。いや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 、待って。23の制服ほどきついもんねえべ。ほんとに。さあ、皆さんで見ていきましょう。まつちゃん散歩。なんか平日の4時半ぐらい。マスター、買っといて何する？変な人多そう。怖いな。何する？ちょっとプラプラしながら何か食べながら散歩していきたいと思います。なんかさ、めっちゃさ、後ろのさ、追われてるな。ちょっとなんか変なとこ曲がってみようかな。ずっと一定期間に同じ距離におっさんがおるんだね。見つかった。でも本当にさ、ずっと同じ人の人にさ、ついてこられるから、どこまでついてくるか戦おう。いや、いるな、いるな。ついてきてるんだよね、男の人が。いるな。いや、やば。もうそろそろってきてない。あ、いない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 。オッケー。あー、疲れた。ある意味疲れた。タピオカなの？タピオカ。すごいな。カップケーキある。すごい。自販機。ついに私は一人タピオカをする時代がやってしまった。いただきまーす。やだな。一人で飲むタピオカは美味しくなさそう。うまっ。今の JK の子たちは膝上3本指ぐらいだね。やっぱさ、これはカメラマンが必要ですね。マジイケメンおらんかな。私はこの顔でイケメンを探してはいけないのは分かってるけどさ、出会えたら嬉しいねってタピオカ飲みながら思う。終わった。ごちそうさまでした。じゃあ先行きやすい。ありがとうございました。帰ります。カレーパン買ってきてって言ってたから、カレーパン買いに行きます。もう時間までに。ありがとうございます。うちの好きなおかんの、うちのおかんの好きなカレーパンをゲットしました。店員さんが鬼可愛かったです。可愛い子しかおらんじゃん。これ大塚の私のお家をみんなに紹介するね。こちら、あの真ん中に階段あるんや。あれの隣の部屋が私の部屋。マジで神様に怒られるんでやめたいと思います。本当にごめんなさい。
すいませんでした。バッジを当てないでください。感想どうでしたか？まあ、最初はどうなるかと思ったけど楽しかったですね。楽しかったですね。すごい先輩散歩するだけなんて。最初はどうぞでしたけどね。最初ストーカー野郎に引っかかりましたけど楽しくいけたんじゃないかなと思います。もう数日くらい見たいと思いました。はい、じゃあこちらの動画良かったらって方です。いいね、コメント、チャンネル登録お願いします。以上、ガチャネルさん、また明日。